ね、まあまあ砂利です。はい、砂利です。セール中なんでね、これをちょっと紹介していく。はい、はい、砂利です。はい、富士の砂利ですね。はい、富士の砂利ですね。うん、まあこれ割とね、知ってる人、まあグラベルバイクを調べたことがある人は多分、うん、まあ一回は見たことあるやろうというバイクなんですけども、はいはい、まあ先言ったようにグラベルバイクっていうやつですね。まあ、砂利道の上を走るから砂利と名付けられた自転車なんですけども、うん、まあ富士がまあ割と気合を入れて作ったという自転車で、はい、まあ、割とよく売れてると思います。ただ、そうですね、結構有名ですよ、ジャーリーシリーズね。出てからちょこちょこモデルチェンジしてたりはしてるんで、うん、まあ、これは今持ってきてるのは今現行で出てるジャリーの中で一番グレードがまあ手頃なタイプですね、うん、ジャリーの 1.7 のブラックですね、うん、そうですね。もう一色サビっていうのがあるみたいなんですけども、うん、まあ、今回持ってきたのはこの一色だけですね、うん。でドロップハンドルついてるんですけれども、ついてるコンポーネントはソラーになってるので、一番下から1個上ぐらいのグレードです。でディスクブレーキついてるんですけど、まあ、ソラーは機械式って言って、うん、ワイヤーを引っ張るブレーキしか今のところ出てないのでブレーキもその形になってますね、うん、ただまあブレーキもそうですね、普通のテクトロのブレーキがついてるんで、まあ、この辺りは使い道によってはちょっとグレードアップしてもいいかもしれませんね。はいはい、っていう感じですね。ただまあ前後ろともに大きめのローター、まあ言ったらこの鉄板のところですね、ブレーキのディスクの鉄板のところが大きめついてるんで、まあ、これは割とグラベルバイクっぽいとは思います。はい、ただ気をつけなあかんのが、うん、フレーム、フォークともにクイックリリースになってるので、うん、そうね、クイック式ですね。これ言ったら本格的なグラベルバイクをいつか乗りたいと思ってて、フレームだけ買って後からもしかしたらグレードアップするかもって思ってる人は、いいホイールとかはなかなか履きにくい、言ったらアダプターが必要やったりとかするので、そのあたりは気をつける必要がありますね。まあサクッと交換したいんやったら、最近やったらまあスルーアクスルが結構主流になってきてるので、それを選んだ方がまあ間違いはない、アダプターとか必要ないので。ただ選んでホイールを買えば、先ほどアダプターとかがあるホイールを買って選べば、まあ、問題なくつけれるというところ で、ね、まあ、一応注意点としては挙げますけども、ね、まあ、問題はないですね、はい。まあ、例えばホイールね、そのおすすめはアレックスリム、はいはい、アレックスリム、ね、なかなかいいの出てますよ、アダプターついててね。そうですね、アレックスリムズはいいところとしては基本スルーアクスルでディスクブレーキを出されるんですけど、うん、純正品がもともとホイールセットについてくるパターンが今はほとんどなので、それ買えば普通に使うことできますので、はい、逆に他のメーカーはアダプターが出してたとしてもですね、別売りのパターンが多いので、まあ、この辺りは良心的ですね。あとホイールの値段もね、うん、そのグレードというか、うん、まあ、軽量さとかを考えると、はい、他のメーカーよりは若干安価なの で、 そ、 うです、ね、その辺りも優しいという感じですね、はい。初めてのホイールアップグレードに割とおすすめができるという感じですね、うん、という感じです。でジャリはグラベルバイクで、はい、まあ、さっきハンドルの話をしましたけど、うん、まあ、ソラーがついてて、ただ、はい、ハンドルバーですね、この部分は一応ジャリ用に作られたというハンドルでして、ジャリ専用設計、はいはい。まあ、かなりフレア角って言って、こう、うん、普通のドロップハンドルってこういう風に下にまっすぐ降りるんですけど、こういう風に横に広がってる、これフレア形状っていうやつなんですが、まあこの下半っていうのを持った時にグラベルバイクの場合走ってる道によっては結構ガタガタすることが多いので、横が広い方が手で押さえれる力が強くかかるので、まあ、マウンテンバイクが、ハンドル幅広いのが多いんですけど、まあそれと同じ理屈でそういう形になってますね。であと、はい、これが斜めになってることによってレバーも斜めにセッティングできるんですけど、割とこれがね握りやすい、人によると思いますけど、ちょっとこうこっち向くんね。そう言ったら結構ね、まっすぐやと手をこう下ろさなあかんので、手首人によってはしんどかったりするんですけど、普通人間の手ってこうちょっと開いてる方が楽やとは思うんで、こういう感じに、なるほど、こうすることであんまりないので、はい、まあ人間の手的に割と楽やとは思います、うんうんうん、なるほど。まあ慣れてない人は特にそうですね、初心者の方からすると特に楽やとは思います。これフレア広いです、ね、すごい、かなり広いです、うん、すごいフレアと、ここが、ね、結構短い、そうですね、ここのねドロップっていうんですか、うん、ここね、だこれはかなりグラベルバイクっぽさを強調したハンドルになってるん で、うん、 そうですね、そのフレア角が一般的なものよりかなり広くて、はい、でこのドロップ量っていうのも普通のロードバイクと比べると短い
ので、まあ言ったら別に攻撃的な姿勢で速く走ろうっていうハンドルではなくて、どっちかというと安定性の方を強く求めてるハンドルですね。はい、これ最初からついてるのは割と嬉しいです。あのグラベルバイクでも、あの今まで作ってた自転車につけてたハンドルをそのまま利用してるっていうバイクも多いので、はい、そうするとね、グラベルバイクっぽくしたいとなるとハンドルまず買い替えなあかんっていうところから始まるんですけども、はい、まあ、それが必要ないっていうのはね、いいところですね。はい、はい、であとまあその、ま、周りに行くと、まあ、割と特徴的なのはこの辺ですね。こういうところ、うん、たくさんついてますね。これダボ穴って言って、ね、アクセサリー類をつけるのに必要な穴なんですけども、これがかなりたくさんついてます、はい、うん、こんなところにもですね、この下にもついてますよね。横についてて下に、あ、下ないわ、あれ何やろ、こっちだけあるんだけね。多分これあのね、フルフェンダーつけるときにこういうアダプターコース用かなって感じ、うん、はいはい、っていう感じで、まあ、一般的によく付けられるのはボトルケージって言って、ボトルはめるための、うん、ケースが入るんですけど、はい、まあ、それ以外にもフレームバック、この辺とかやったらフレームバックっていうのを、うん、まあ、ボルトオンで止めるタイプも最近出てますし、はいはい、あとはまあフレームバックはフレームバックでここにつけるタイプですね、うん、はい、この辺りもこの辺で固定したりする場合もあるし、まあ、ベルトで止める場合もあるんですけど、まあ、いろいろつけられると、はい、あと下にもついてるんで、例えばここに、ここはボトル でこっちはツールボトルとか入れるとか、うん、まあ、僕やったら自分のグラベルバイクここに、ボルトオンで止めれるタイプの鍵を下につけたりしてますね。割とごついやつで、はい、ごつい鍵っていうのは結構重たいんで、この辺につけたりすると結構重心がブレつくんですけど、この辺につけたらそんなに影響的には多くないので、持ち上げたりしない限りはそんなに感じないかなと思いますね、はい、なので、まあ、この辺にあると鍵とか街乗りで使おうとしてる人からしても便利やとは思います、はい、あとはまあキャリア類とかね、ラックって言われるやつもつけやすいし、この辺とかやったらあのバックですね、バックつけたりすることもできるので、は何にしろ使うにしろ使うにしろついてると嬉しいっていうところです、うん、はいはいはい、はい、という穴がたくさんついてるので、うん、まあ、グラベル倉庫プラスで、まあ、荷物を運ぶ、まあ、キャンプツーリングでもいいですし、うん、さっき言った街乗りでバッグいっぱいつけたりやいう人でもいいですね、いいんですけども、うん、まあ、使いやすいと、うん、であともう一個砂利の特徴的なのはここですね、まあ、言ったらこれちょっと見えにくいと思うけど、パッドがついてるんですよ。おお、あ、ついてますね。でこれはね、自転車の走行自体には何の意味もないものなんですけども、まあ、これ言ったらグラベル行った時に前にでっかい木は転がってるとか、うん、はい、倒れた木が転がってるとか、どう考えても自転車では無理やっていうところが出てきた場合ですね、あと川があったりとかね、うん、いう場合にここに肩入れて持ち上げて、でその状態で行く、こんな感じで走ると、はい、ここね、はいはい、まあ、普通は割とね食い込んで痛いんですけど、痛いですよこれ、あの普通の鉄のままやったらね。でそれを軽減するために自転車側に最初からそれを備えてやるっていうのは、そうね、はい、割と特徴的です、はい、はい、っていうところですね、はい、でまあそのまま後ろに行くと、まあ、サドルはまあ割と普通ですね、丸パイプで普通のサドルついてますよっていうところ、うん、はい、まあ、フラットなのは座面ですね。なんでこれはまあ人によっては変えてもらってもいいかなっていうところですね、はい、で下行くと、まあ、これはフロントダブルですね。ダブル、これは何ですか、メーカーは空ですね。空ですか、はい、で、ね、クランク、このクランク漕ぐところは FSA、ね、はい、ただダブルなんですけど46と30って言ってちょっと普通のロードバイクと比べると軽い、小さめですね、はい、ギアがついてるので、はい、まあ、これはやっぱりグラベルバイクっぽくは作ってあるかなというふうに思いますね。で割と最近のトレンド的にはシングルが、まあ、グラベルバイクは流行っていたんですけども、まだなんかダブルに戻ってきてる気もします。うん、割と増えてきた気がします、ね、さっき言った街乗りとかも考えたりとか、あとツーリングとか考えてる方からするとダブルの方が、まあ、オンロードもオフロードもどっちも行けるんでいいかなっていうところですね、うん、まあ、デメリットがあるとすると機械的なトラブルが増えやすいっていうところなんですけど、うん、まあ、それは人によって考え方が違うので、まあ、逆に言ったら後からなくしたいっていう場合も相談は乗れます。あのシングルにしたいっていう場合も、はいはい、相談には乗れますが、はい、最初はダブルになってますね。でそのまま後ろに行くと、まあ、これも空ですね、シマノの空がついてて、はい、空は9段変速になってます。でただ後ろのギアね、割と大きいのがついてますね。
なんぼ。なんぼでしょうね。はい。見えませんね。見えませんね。見えませんね。え、見える？見えますか、こんなんで。今日は何もね、原稿がないんですわ。まあ結構ね、ダブルで大きめということで、わかんない、はい、今日は忙しかったんで何も原稿を持ってません。どれぐらいね、パッと見た感じで。パッと見た感じ32かな、32ぐらい。はい、パッと見て32はあると。で、32で、まあ、フロントもね、あの小さいんで結構軽めのギア使えますね。もう誰もね、誰も用意してないんで、これ。はい、もう困ったもんすわ。もうこういうスタイルなんでね、その、まあ、もちろんグラベルですけど、街中ね、通勤通学に適してますよね、これちょっとね。あ、そうですね、通勤通学とかではいいですね。うん、ギャリギャリギャリね、はい、今調べてます。これがね、あと止まってますよね。34ですね。34、あ、割と軽い、だいぶ軽いですね。34なんで、まあ、うん、インナー前を軽いギアにして、うん、下を軽い、後ろも軽いギアにすると、うん、まあ、言ったギア比っていうのがね、位置を切るということなんで。だからね、その位置を基準にしてますね、皆さんね。まあまあまあ、割と分かりやすいところではありますね。うん、はい、はい、位置を切るので、うん、まあ、言ったら一回漕いでもタイヤが一回転しないぐらいめっちゃゆっくり走ることができる。そうですね。で、まあ、これはゆっくり走ることが目的なんじゃなくて、もちろんあの坂登ったりとかね、うん、あのぬかるんでる場所ね、行く時とかにね、はい、結構滑ったりするんで、重たいギアでやると、ね、ゆっくりゆっくり進んだりする場合に使うギアですね、うん、はい。まあ不要な場合は後からカスタムするときにこっち大きくするとか、うん、こっち小さくするとかもできるとは思いますが、自分の足に合わせて、はい、まあ、ただこんだけ、ワイドレシオっていう言い方をするんですけど、選べるギアの幅が広いですね、まあ、特に初心者の方とかどういう走り方するか決まってない方やと割と分かりやすいかなというふうに思いますね、はいはい、自分はいるかいらへんかっていうのが最初に分かるんで、うん、次買い替えたりするときにも判断基準としては、使いやすいと思います、ね、はい、はい、まあ、さっき言った通勤通学とかにも荷物も乗せやすいし、タイヤも太いっていうことがあるんで、うん、まあ、あとディスクブレーキやしね、使いやすいんじゃないかなというふうに思います、はい。で、さっき値段の話が出ましたが、はい、ここに持ってきてる、言っちゃってください、これはもう大セールです、はい。これここに持ってきては2023、これ23です、23です、ね、4はまた別です、はい、23の富士砂利 1.7 で、はい、こちらが定価が15万9500円だったんですが、はい、今神崎のバイカーですね、神崎価格でお話をすると、はい、税込みで11万円ちょうどですね。11万円ちょうど、あ、なんと安いんだ。11万円ちょうどやからね、あの通勤通学にも使えるし、グラベルツーリングとかもね、いろいろ、まあまあお手軽に手が出せやすい、そうですね、価格帯になってますにしました。で、24年はですね、まだあの色が変わっててっていうところなんで、うん、で、あと値引き率もさすがにここまでではないのでっていうところで、はいはい、まあ色が嫌いじゃなくて、できるだけお手頃なものを探してるという方はかなりいいかなというふうに思いますね、うんうん、はい。で、あとタイヤですね、はい、タイヤの話をしなかったんですけど、これは 700C っていう普通のロードバイクと同じ大きさ、うん、はい、直径をしていて、でタイヤの太さが 38C ですね、まあ、割と太めであると思います、はいはい、で使っているメーカーさんはパナレーサーなんで、うん、まあ、割とちゃんとしたところですね、はいはいはい、ちゃんとしたメーカーさん使ってますっていうところで、はい、まあ、割と文句はないかなと思いますね、うん、まあ、もうちょっと軽いのがいいとかオンロードオフロードに特化したタイヤがいいとかであればまた選んでもらったらと思うんですけど、はい、まあ、割とグラベルバイクっぽいタイヤが入ってるので、うん、とりあえずこれでもいいかなっていうふうには思いますね、と思います。はい、こんな感じですか。こ ん,、ね、んな感じですか。はい、 あとね、これもワイヤー内装式になってるんで、ね、すっきりしてますよ。セミ内装ですね。セミ内装ですね。ここからシューズ入ってるから、まあ、グラベルでほんまに走る人とかやったらね、実際泥とかがあのワイヤーとかにベチャベチャつくとですね、うん、結構動きが悪くなったりサビが出たりするんですけど、まあ、これが内装されてて、でなおかつアウターずっとこの黒いのが見えてる状態なので、中のサビとかがねあんまり心配必要ないというのがいいところですね。はい、はい、そういうところで、